はい、どうもこんにちは。インスタグラムで疲れフレーズを投稿している小本と申します。よろしくお願いします。はい、今日もね動画撮影していこうと思うんですけど、今日は8月12日の土曜日ということでね、また今日も頑張っていきたいなと思うんですけど、まだまだね、皆さんもお休みの方も多いと思うので、ぜひね家族とか友達と過ごしてもらったり、有意義にね、時間を過ごしてもらえたらと思うんですけど、やっぱりね、こんな土曜日、とかねお休みの中でも皆さんね、こうレッスンを受けてくださる方が多くて、で今日も6レッスンぐらいあるんですかね。で皆さんね、ツイッターとかも見てると、今日もちょっとカフェに勉強しに来ましたとかっていう感じでねされてる方がいて、まあ、僕自身もねもっと頑張らんとなーっていう感じで、すごい刺激になるんですよね。だいたい皆さんね、英語って継続してると最近伸びひんなーとかっていうのが、絶対一定期間の中でね何回かあったりするんですね。僕も未だに、全然感じますし、まあ、そういう時はね、もう毎日勉強してるだけとかね、まあ、毎日してなくても定期的にそれで勉強してるだけで偉いんやっていう感じでね、自分のことを褒めてもらうとね継続しやすくなるので、そんな感じでしてもらえたらと思うんですけど、で今日もね、それとは別で全く関係ない話をしたいなと思ってるんですけど、皆さんピクミンって知ってますかね。ここでピクミンの話ってね、まあそういうゲームがあるんですけど、それがね2000年の最初の方ですかね、一番最初に発売されたゲームで、僕ちっちゃい頃ねそれずっとしてたんですよね。まあ、どんなゲームかっていうと、地面に埋まってるなんか野菜の妖精みたいなのを引き抜いて敵にぶつけて倒していくみたいな。で、よう食べられるんですよね、敵にね。めちゃめちゃ残酷なゲームで、なんか100匹ぐらいピクミン連れててもね、気づいたらもう30匹ぐらいになって、もう僕も涙目になってゲーム消すみたいな、よくやってたんですけど、まあそれのね、めちゃめちゃ可愛いフィギュアがね、11月に発売されるみたいなんで、それを買おうかなーっていうのをね、この1週間ぐらいずっと迷ってるんですよね。どうしたらいいですかっていうね。何の話って感じなんですけど。まあね、皆さんももし興味あったらね、ピクミン11月フィギュアとかって調べてもらうと出てくるんでね、ぜひ見てもらえたらと思います。じゃあ今日はね、英語の話に移っていきたいなと思うんですけど、今日はね、お墓参りをするっていうフレーズについて紹介をしていきたいと思います。まずね、皆さんこちらの文章を見てほしいんですけど、お墓参りをしたっていう時に、I went to the family grave のような感じで使ってませんか？これね、まあ、grave っていうと、お墓って意味になるんですけど、I went to the family grave のように言うと、これ、自分がお墓に入るっていう意味になってしまうんですね。まあ、YouTube のね、規約上、直接的に言うと、ちょっとね、あんまりよろしくなかったりするので、自分がお墓に入るっていう意味でね、なんとなくニュアンスつかみ取ってもらえたらと思うんですけど、これそのままだと、ちょっと怖いニュアンスになってしまうんですよね。じゃあこれどういう風に言い換えてあげればいいかっていうと、この went to の部分を、これ visit に置き換えてもらいます。そうすると、これ、I visited a family grave のような感じになるんですけど、これで、お墓参りをしたっていう意味になるんですね。なので、お墓参りをするって言った時は、go to ではなく、visit を使って表現してください。で、家族のお墓とかっていう時は、the family grave とか、my family grave って言ったり、で、誰々のお墓とかっていう時は、his とか her を置いて、his grave とかってね、表現するので、それも覚えてね、使ってもらえたらと思います。じゃあね、発音も見とこうと思うんですけど、この visit the grave とかね、まず visit の発音っていうのが、V の音になるので、下唇の粘膜あたりを上の歯で押さえて、visit ですね。で、次、the が続くときとかは、この t の音っていうのは破裂音でね、次に母音が続かないときは音が消えることが多いので、visitor ですね。で、この the は th の音になるので、上下の歯で下を挟んで、visitor。で、次の grave なんですけど、この r の音も下を上につけずに発音します。なので、ここで言うと、grave, re, re, こんな感じの音にするとね、わかりやすくなるかなと思うので、visit the grave って感じでね、発音してもらえたらと思います。ちなみに、最後の grave のね、この v の音も先ほどと同じ発音になるので、のにね、発音してもらえたらと思います。はい、そしたら今日もね、お墓参りをするとかっていうね、フレーズをたくさん用意してるので、その中で皆さんも使いながら覚えてもらえたらと思います。じゃあまず一つ目なんですけど、今週末彼女のお墓参りをする予定だ。今週末彼女のお墓参りをする予定だ。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、I'm gonna visit her grave this weekend のような感じで言うことができます。これもね、一つずつ見ていこうと思うんですけど、私はまず何々する予定だっていうことなので、I'm going to を使って表現しています。で、その後に、訪れる予定だ。彼女のお墓を訪れる予定だなので、visit her になりますね。
で、その後、今週末っていうのはね、this weekend って感じで表すことができるので、最後にそれを置いて表現してます。なので、I'm gonna visit her grave this weekend のような感じになります。で、これもね、発音も見ていこうと思うんですけど、まずね、be going to の部分はね、この going to の部分が省略されて、gonna と発音されることが多いです。なので、I'm gonna のような感じですね。で、これよく I gonna って言われる方多いんですけど、この M の音もね、しっかり発音して、I'm gonna のように発音してください。で、その後、visit her なんですけど、この T の部分ほとんど聞こえなくなります。これもね、次が母音じゃなかったら破裂音というのはなくなるので、visit her のような感じになります。で、その後は、this weekend ですね。ここの発音方法っていうのは TH なので、舌を挟んで、this のような感じになります。this weekend こんなイメージですね。じゃあね、引き続き行こうと思うんですけど、じゃあ今度、毎年彼のお墓参りをしている。毎年彼のお墓参りをしている。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、I visit his grave every year のような感じで言うことができます。これもね、一つずつ見ていこうと思うんですけど、まず文法的なところで言うとね、まあ、毎年しているとかっていうことは、これ普段のことを表すんですよね。普段私は毎年訪れてますっていうことなので、ここでは現在形を使って表現します。現在形というのはね、皆さん今のことを表すっていう感じで思われてる方が多いんですけど、基本的にはこれ普段のことを表すんですね。なので、普段私は毎年訪れてる I visit his grave になります。で、最後にね、毎年っていうのを足したいので every year っていうのをここでは置いて使ってます。じゃあこれもね、発音も見ていこうと思うんですけど、まず最初の visit 部分はこれも同じですね。最初の V の音は下唇の粘膜を挟んで、ふふのように発音します。visit。で、最後の T はね、発音しなくても OK です。visit his のような感じになります。で、その後ね、grave。ここのね、R の音も舌を上に弾かずに、grave のような感じで意識してもらえたらと思います。で、次の every year もそうなんですけど、ここもね、V の音が出てくるのと、あとは R の音も出てくるので、舌を噛んで、その後は上につけないというイメージですね。every のような感じになります。every year ですね。今回は V と R の発音がね、よく出てくるんですけど、こんな感じでいろんな例文を通してね、繰り返し何度もいろんな発音を練習していると徐々に身についていくので、ぜひ皆さんね、そういうところも意識しながら練習してもらえたらと思います。なのでね、最後もう一度発音に意識しながら練習しておくと、I visit his grave every year のような感じになります。じゃあね、引き続き行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、最後に家族のお墓参りをしたのはいつだっけな？最後に家族のお墓参りをしたのはいつだっけな？これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、When was the last time I visited my family grave? When was the last time I visited my family grave? のような感じで言うことができます。じゃあこれもね、一つずつ文法から見ていこうと思うんですけど、このね、When was the last time SV の形で使ってあげると、最後に何々したのはいつですかとかっていうのを表すことができるんですね。なので、あなたが最後に映画を見たのはいつですかとかっていうのを聞きたいときは、When was the last time you watched a movie? のような感じで言うことができるんですけど、今回は自分に対する問いかけなので、When was the last time I visited my family grave? のような感じになるんですね。で、これ基本的に過去の話をするときに使うので、SV のところも過去形になると覚えてもらって OK です。この文法を覚えておくとね、質問の幅も広がるので、ぜひ皆さんね、覚えて使ってみてください。で、これね、発音も見ていこうと思うんですけど、まずね、When was the last time なんですけど、この last time のこの last の T ですね、これも破裂音なので、文字の最後に来て、次に母音が来ないときは音がなくなることが多いです。なので、When was the last time?で、その後、I visited my family grave なんですけど、この visited のこの D の部分も、これね、破裂音になるので、先ほどの T と同じように母音が続いてないと消えることが多いです。なので、visited my のような感じになるんですね。で、意外と難しいのが、この family なんですけど、これね、F の音なので、V と同じ感じで、下唇の粘膜あたりを押さえて、ファのような感じで発音します。で、この母音のとこはね、アート A の中間音ぐらいの音になるので、ファのイメージです。で、次の M のとこなんですけど、これ、family っていう感じで、強くみっていうんじゃなくて、この M の音ね、子音だけで発音するイメージ。母音を発音せずに、ファムのような感じですね。family。で、この L の部分は、やや強めにね、下を押し当てて、前歯のね、裏側ぐらいですね。押し当てて、lee と発音すると、family。
family のような感じの音になるので、これ日本語風に言うとね、family、family っていうのと、family、family、全然ね、こう響き方が違いますよね。そういうところも意識しながら練習してもらえたらと思います。はい、そしたら今日はこんな感じで、お墓参りをするっていうフレーズについて紹介させてもらいました。これもね、よく間違いがちなフレーズになるので、ぜひ皆さんも覚えて使ってみてください。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one. And see you later.